縦のものと横のものと分けられるこういう大きな面積ができます。その面積がいいのかどうか。そうですね、さっき何かありましたね。どっか行けた。それによってできるこの面積が、例えば空の面と建物の面で、こいつによって分けられる建物の中でもここがいいぞとかね、これが大事なのですか。感覚でいいです。この時は楽なんで、後々のこの下図を考えるときにもうちょっときちんと多いので、それでも十分間に合ってしまってる感じです。はい、そうですね。なのでたくさん取りすぎるってことですね、はい、もうちょっとポイントだけにした方がいい。でもやっぱりこの線自体が黄金分割で言っていますので、やっぱり目に心地いい場所にこの線が来ているんですよね、画面の中に、はい、いっぱい進めていくと決めやすいです、はい、ということで、あまり細かいごちゃごちゃしたところまでは描かず、そして画法を参考にしながらこの赤い線を利用して、そうそうそう、そこ通るとか、ここ通ったりとかね、まあ、ここだとちょっと広すぎるんで、ここでいいと思います。いいですかね。うん。で、例えばここを、ここだ。キラキラキに持っていって、こう、キラキラキに持っていって、こう、3ミリぐらい集めていく感じがしますけど。はい、なんかこういうところに色がちょっと出るような感じで描いていかないと、こっちは効かない。はい。で、そうですね、今 P もこれがあるので、ここも基本的な面とか、メリカですね。それをつけないと、まあ、これがちょっと動いてくるとか、薄まってくるとか。これですね、これと。
ここまた別のようで、ちょっとしゃばせるので、ここも別のようでしゃばせる。まず1点に全体を見てしまう。まず仕事をイメージさせるか、まあ、ここ。この左に。はい。この辺で。建前のその建物、今度は暗くなるんだけど、建前で、これね、はい。変わるやろ。あ、そう、まあ、ちょっと時間が